ザメール。はい、トゥーパンプスさんです。はい、アニョンアちゃん。アニョン。のんちゃん、おはから。おはから。あ、よかった、よかった。おはようございます、おはようございます。初めて海外赴任をしたのがイギリスでした、うん、勤務してた会社にインド人のマネージャーがいました。私より年上でしたが自宅が遠いので単身赴任をしていました。ある日彼は私の家族に会ってほしいというので彼の自宅に招待されました、うんうん、インドの人たちが集まるコミュニティにも連れて行ってもらいました。そこで言われたのが私の姪をもらってくださいでした。彼の弟さんの娘さんを私の嫁にというわけ話でした、うんうん、彼の弟さんはエリザベス女王から勲章をもらうくらい立派な人でした。インドでは特に地位が高い家では今でも娘さんの結婚は親族が決めることがあるそうです。は私は日本の母に相談するとイギリスで生まれて育ったインド人の女の人が日本で普通に暮らせるかい、その人を本当に幸せにできるかいと言われました、うんうん、母が言うことはもっともでした。私は悩んだ末この縁談話をお断りしました。あ、そうなんだ。すると姪の写真ですと見せられたのはまるでスーパーモデルのように若くて美しい女性でした。その時に一瞬固い決心がぶれたのは言うまでもありません、はい、私は女性に対しての運をこの時に使い切ってしまったのではないかと空っ風の中チャリを立ちこぎする女子高生のおみ足を眺めて、うん、心の中で柏手を打っている今の自分を顧みて実感しています。あーちゃんのんちゃん豊さんこんな私は病気でしょうか。いくよみんな声合わせてせーの病気です。あーのんちゃんがいなかった、うん、すごくないですかね。豊さんこれこの立場だったら絶対する結婚どうかな。海外の人だからな。ちょっとそのコミュニケーションどうなんつうの。あ、まあでもあれかいいのか。イギリスで育ってるってことか。そうイギリスで生まれ育ったインド人の方。イギリスにそのまんま自分がもうずっと住むんだったら全然大丈夫だけど、うん、日本に戻る予定があって、うん、嫁さんも日本で住まなきゃいけないってなったらちょっとどうかなって考えちゃうかな。あ、その人のことを考えて。そうだって優しい、ね、大変じゃん。そのまあね。いろんな意味で。うん。でもスーパーモデルのように若くて美しいんですよ。いやそうだよね。そうだよ惹かれるでしょ。だからイギリスに住むかな。住むかな。そしたらじゃあその選択肢を残すかな。これだから男はっていう。本当に。